皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もピコピコメーカー EX で遊んできます。さあ、お久しぶりにステージ作ってくださいました。今回はですね、村正さんが作ってくださいましたこちらのステージですね。ありがとうございます。さあ、こっち行って、あ、鍵がありますね。お、あ、トゲが来るんですね。なるほど、これでジャンプしてこっちに行くと、え、これ行けなくないですか。あっちから行くんですかね。いや、これ飛べないでしょ、多分。二段ジャンプできないですよね。あそこになんか、これで行けますけど、こっち？でもこっちじゃないですよね。ダメですね。え、これどう行けばいいんですかね。あそこ下に落ちれないでしょ、多分。この湖厄介ですね。これ二段ジャンプできないですよ、多分。あ、そういうこと？こう一旦取って、こうして、戻るってことですか、一旦。あ、落ちちゃう。ちょっと待って。なんで落ちたの、今。こうしてコースでしょ？で、あれ？足りない。あれ？もうちょっとジャンプしないといけないですか？ここでジャンプ。あ、いった！コインに当たっちゃう。コインじゃない、トゲに当たっちゃう。タイミング難しい。もうたくさんやりちゃいますけど、まあこれがピコピコメーカーさんの宿命ですけど、厳しいですね。あ、挟まれちゃう、しかも。こう！あ、なるほど。先にもう、こうして、ブロックに変えておくパターン。こう！こうでしょ？で、こうして、こうして。危ない！あれ？足りない。ちょっと足りない。もう、いいとこまで行ったんですけど、まあ、これで合ってるかわかんないですけどね。変えておいて、やっぱ謎解き要素もありますからね。難しいですね。で、こうでしょ？で、こう行くでしょ？あ、いった！惜しい。惜しいんですかね。わかんないけど。いや、むしろこれじゃないともう行きようがないですからね。で、こう行って、ジャンプして、降りて、挟まりそう。お、大丈夫。で、右に落ちる。あ、いった！もう、計算され尽くされたような、そんな感じ。皆さんお上手ですよね、ステージ作るの。なんか私もなんか昔作りましたけど、そんなに考えずに作ってましたね。出るでしょ、これで。よし！あれ？これもしかして、二段ジャンプ取ったらダメってパターンですか、もしかして。あ、二段ジャンプじゃないとダメパターン。多分そうですね。羽を取ったがゆえの間違いと。よし。これでこうして。まあでも、ようやくわかりましたね。道が見えてきましたよ。で、こういって、これだけ取る。よーし！いやー、やっとクリアできました。ありがとうございます。いや、面白かったですね。他の方法では多分無理だと思いますので。いやー、皆さんもよかったら遊んでみてください。それではですね、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。